はい、えー。皆さん、こんにちは。テクニカルアナウンサーの森口でございます。今日も日本株速報をやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。今日は、えー、2021年6月の25日の金曜日でございます。日経験株価上昇しまして、一目均衡表情、雲抜けたんですが、 ま、そんな強くないよねーっていう、そんな感じだったかなと思います。ま、あしょうがないですよね。様子見なんでね。はい。で、今日の振り返りしながら、清掃一覧確認し、ま、エーザイ、メルカリ、海運株、神戸物産、IPO 銘柄この辺ちょっと見ていきたいというふうに思っております。で、最後はね、今後の質の売買戦略まで見ていきますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ということで、こちらのチャンネルでは、終わったばかりの日本株を題材にしまして、夕方5時にね、テクニカル分析の動画を更新しております。皆さんの、まあ、今日日本株どうだったかなというね、そういう習慣になれるように頑張ってますので、 ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速日経平均株価から見ていきましょう。はい、日経平均株価ですけども、まあ、190.95円のプラス、0.66%のプラスということになりました。で、後ほど見ていきますが、一目均衡表情の雲を抜けてるんですよね。まあ一旦ちょっと取っときます。で、チャンネルはそんなにあれですけど、この下降トレンドラインも一応超えたかなという感じですかね。このラインですね。を超えているんですけども、まあ、陰線で終わってしまった。 うん、なんかね、もうちょっとあのアメリカの動きからすると上がってもいいんだけどなーっていう感覚を感じたのは僕だけでしょうか。5分足見ておきましょうか。はい、えー、午前中ね、強い状態からずる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 下げていき、えー、5番にかけてはもうちょっと戻していきつつも、最終的にまたずる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 下げていき、最後にポンと上がるというそんな感じだったのかなというふうに思います。ははいいキキドラランキンンンググ見ておきましょうう、はいえー、ンンこのような形、えー、ファナックが強かった 1.66%、9度1ソフトバンクも0.88%ですが、プラスで終わってます。指定の強いですね、4%、東京エレクトロンアドバンテスト、新 S 科学、半導体もまあプラスであったということになっております。一方、ちょっと気になるのは、エーザイ3.96%、一応チャードをねこの後確認していきたいと思います。ファーストリテイリングは小幅な下げといった感じですかね。ははいいではトピックスを見ていきましょうか はい、えー。トピックス、このような形です、えー。下髭が長いというところはね、まあ、そこがたさを物語ってるのかなというふうに思いますが、まあ、こちらも陰線ですね。ちょっと5分足見ていきたいと思います。5分足はこのような形。まあ、ほぼ横ばい圏ですかね。日経同様、午前中少しだれましたけれども、えー、5番にかけては結構強い動きで、最後またポンとね、上がってるという感じになっております。えー、落レーション見ておきましょう。 はい。え、到落レシオこのような形です、ね。値上がり銘柄数が1595、値下がりが504、投落レシオ99.56ということで、ずっと今週はね、90代でしたね。まあそんなに変わりすぎ、売られすぎなく、来週以降しっかりとまた見ていきたいなというふうに思います。業種別見ていきましょう。 はい。え、業種別はこのような形になっております。まず一つが、鉄鋼が上がってますね。金辺の工業、非鉄金属、化学、電気機器、機械というふうに続いております。一方で、値下がり、まあ、運業ね、さすがにちょっと一服かなっていう感じではあると思いますが、少し大きめの1%の下落というふうになっております。まあ、ハイテクグロース、バリュー、なんか、んそんなにこう、方向がないけども、どちらかというとバリューなのかなーっていうぐらいな、まあ、そんな感じですかね。 はい。売買代金見ておきましょう。はい。昨日ね、あの、売買代金が、 えー、昨日の分、昨日の分になってしまってて、本当に申し訳ありませんでした。気をつけます。今日は6月25日3時以降の売買代金になってますので、ご安心ください。えー、今日1位はソフトバンクグループですね、1で、2位がレバレッジ ETF、3位レーザーテック A 材という風に続いています。で、まあ、プラスが多いですけども、やっぱり目立つのはやっぱ A 剤の下落かなと思います。それ以外はまあ、小幅な感じですかね。えそれが大きな値動き。パナソニックとかね、あの、テスラ売ってたみたいな話がありましたかね。 ソニックでしたっけ、えー、当たりましたけども、うんまあ、そんなに大きくないし、ヒタッチが4%ぐらいですか。うんまあ、そんなとこですかね。様子見だったかなというふうに思います。では、マザーズ見ていきましょう。はい、えー、マザーズはこのような形。えー、この 加工チャンネルラインのセンターラインを超えてほしいんですけどね。できれば直近高値も超えてほしいんですけどね。来週以降に持ち越しという感じです。1200ポイントにもギリギリ届かず、まあ。ただしえ、これは高値引けですからねえ。状態としてはすごく良いと、良かったということは言えるかと思います。では、気温を見ていきましょう。はい。 えー、メルカリが相変わらず強かったですね。この後またチャート見ていきたいと思います。1銘柄で6.75ポイントを押し上げているということです。まあ、一方で、値上がり、値下がり。値上がり多いですね。今日はね、しっかりと上がってるかなというふうに思います。で、マネフォアは東証一部なんで、メドレー、ベース、ココナラ、プレミア、アンチエイジング、ユーザーベースなどが入っております。一方で、ケアネット大きいですね。7.37%下がってるというところで、まあ、一時上昇目立ちましたからね。で、フリーも最近ちょっとこっち側にいることの方が多いですかね。で、a p やメディネット、 とアンデスヘリオス npc という風に続いていきます。売買だけも確認しておきましょう。はい、えー、久々にメルカリが1位ですね。で、エンジン。あとはステムセル日本電解。 あとは、まあ、大きさの前あ,あれですけど、ベーシス、アイパートナーズフィナンシャル。まあ、この辺は直近 IPO ですよねえ。この辺は指数企業がない。そして結構ね、上位にやはり、まあ、売買代金で、ね、入ってきてるということは、まあ、流動性はやっぱりこっちに持ってかれてるということだと思いますねで。後ほど見ていきますけども、特にここで目立つのはアイパートナーズフィナンシャルですかね。え今日15%安ですし、ステムセルとかも確かすごく安くなってたと思いますので、後ほどチャートを見ていきたいと思います。 では個別銘柄を見ていきたいと思います。はい、まずは A 材ですね。A 材が今日は3.96%安ということで。 ちょっとね、今までかなり急騰してきたので、この5日線はあれ、ね、昨日の長い上髭、今日も長い上髭を考えると、ちょっと5日線を超えてこない限りは、安易に手出しはできないかな、なんていうふうには思いますね。今のところの信用倍率とかも見ておきますか、0.93倍、逆比分もついてますから、まあ乱高下しそうな、そんなチャートに見えるかな、というふうには思います。ちょっと今からエントリーするのは怖いな、というふうに思いますが、まあでもよく上がりましたよね。はい。えー、まあでも、気温度が結構い。 高高いいんでね日経平均の乱高下にもししててままうととところがちょっっ怖いかなと思っておりますメルカリ見ていきましょう。メルカリは昨日情報修正後の動きで今日はね、しっかりとした要請が立ちましたね。えー、よかったなというふうに思います。昨日は上ヒゲ下ヒゲともに長いというところでしたから、実際には上にも下にも触れる可能性があったと思いますね。ですが、今日はしっかりと5.86%、えー、特に引けにかけてね、しっかりと上がったっていうことは評価できると思います。昨日からの5分足見ていただいても、今日ここからですけども、ぐーっと 上がってきましたからね。まあ、特に大きな下落なく。 えー、顕著な動きが続いていいいいいててったとととととううここで、まあ、決算を評価されているということだと思います少し長いチャート見ておきましょうか。週足チャートとかで見ると、うん、いいチャートですよね。まあ、上昇トレンドはっきりしてますし、やっぱメルカリがね、えー、はっきりとした上昇トレンドに入ってくれば、マザーズ質も上がりやすいということですし、ナダックのね、ガーハムが上がるような形で、まあ、メルカリがけん引して、まあ、ハイテクグロース関連がぐっと上がってくる。これが本来のね、マザーズの上昇ですよね。まあ、この辺はしっかりと見ていきたいなと思います。続いて 海運株、いくつか見ておきましょう。日本郵政、まあそんな崩れてないですかね、1%ぐらい、商船三井、そうですよね、まあ、これも5日線の上ぐらい、川崎汽船、はいまあ、5日線の上ですので、まだそんなに崩れたってわけではないですし、まあ、それぞれそこまで高くはないですから、来週以降もねしっかりと見ていきたいなとは思っているんですが、ただまあこういった株に対して、この後見ていくのが神戸物産。え神戸物産はですね月次が たというう評価なんでしょうね前年比で2%高ぐらいだったかな、まあ、売上に対してあ、売上高がですね、月次の売上高を発表してるんですけども、まあ、それが評価されたということだと思います。で、昨日はね、結構大きく下げたんですが、今日それを超えるような高値を更新するような、そして直近から見るとね、この決算発表前から見るととんでもなく上がっ ますよね一応僕もホルダーなんてね、これは嬉しい限りではあるんですが、まあ、どこまでいくかなという感じですかね。少し長いチャート見ておきましょうか。2年。はい。去年の12月頃に一旦頭をつけてるんですよね。で、大体半年ぐらいでまた上げてきたというところ、そしてこの直近高値を超えてくるかっていうところがね、ポイントにはなってくるかなというふうには思います。まあ、ただし 指標を見ていただくと、PR が36倍。まあ、決して安くはないですかね。で、一つ要因かなというふうに思ったのが、信用改ざんがですね、あの、先週比で見ると17、171万4700株。減ってるんですよね。先週末の分までで、もう一回見ていただくと、 この要請の分までですね。この6月18日の要請の分までで上がってるんですけど、相当信用替えをしていた人の決済が出てるはずなのに上がったんですよね。で、そこで受給がだいぶ和らいで、今ね、少し、まあ、値段がね、軽くなってるのかななんていうふうには感じたりはしております。はい。まあ、上昇を期待したいところかなと思いますが、まあ、高値が近いというところでね、少し揉み合いながら、ゆっくりでいいんですよ。こういうのはね、僕、どうせ長期保有ですから、ゆっくりでいいなというふうには思ってみております。 はい続いてエンジン見ていきましょうか直近 IPO ですねこれ週足なんでねなんか良さそうに見えますけども今日は1.58%かまあやっぱ今日もね、えー、上に下に大きく振れましたけども、まあ、昨日なんか特にね激しい動きでしたよねもうストップ高からストップ安まで一気にいったみたいなね、まあ、そんな感じだったのでちょっと怖いなという感じではありましたはい今日はまあ要線で終わった1.58%のマイナスということですね5分足見てみましょうか はい、えー。このような形ですね。ここからスタートしてグッと潜って最後だけですね。プラスになったのはね。もう本当に、まあ IPO はね、もう本当にギャンブルみたいになってますね。えー、続いて、えー、セレンディックという株ですね。これもですね、冷やしでみましょうか。冷やしでみても。 こんな感じですかね。やっぱ陰線が続いているっていうことですし、iPartners。これが今日はどんな感じでしたか ?15% 安。あ、でも、最後ストップ安にはならなかったんですね。ストップ安になっちゃうんじゃないかっていうふうに思いましたけども、この辺はちょっと心配だなというふうに思います。ベーシス見ていきましょう。ベーシスは強いですね。えー、今日は、あーとちょっと待ってくださいね。5分足で見てみましょうか。 まあ中にはこうやってね、物色される銘柄なんかもね、出てきてはいますよね。5番にかけて一気に上がってったっていう感じですね。その代わりにですけども、ステムセル研究所、こっちはですね、ストップ安ですね。いやー、もう本当にね、物色対象が一銘柄に集中してしまうっていうのが怖いなっていうふうに思いますし、あとは全体的に見るとパフォーマンス非常に悪いですから、うん、個人のね、お財布が痛んでそうな感じはするんですよね。はい。 日本展開はね、最後グッと上げて終わってるということですね。冷やしで見てみましょうか。冷やしで見てみると、はい、このような形要線ですね。なんで、うん、まあ、やっぱり明暗かなり分かれますけども、まあ、この辺とかちょっと怖いですね。ステムセル研究所とかを見ると、まあ、これセルソースに近いような銘柄というふうに言われていて、で、PR がね、100倍近いんですよね。151倍か。まあ、それは売られるわっていう感じはしますけどね。 はい。今そんな感じでございます。では、えー、個別銘柄、埋められましたので、指数の売買戦略見ていきたいと思います。はい。まず、日経平均株価ですね。えー、しっかりと、まあ、雲を超えてきたというところになっているので、これ自体はね、とってもいいことだと思います。で、ちょっとトレンドラインもね、復活させてみたいなと思うんですが、まあ、今後はこのトレンドライン、赤いラインがサポートになるか、えー、もしくは雲がサポートになるか、えー、その上で、まあ、サポもし一回ここから下がるんだったら、ここを超えるか、もしくは、この直近高値 こっちを超えてくるかというのがポイントになってくるかなと思いますそしたらその上にあるトレンドラインここですねこの2月の高値と3月の高値を取ったトレンドラインを超えてくればですねだいぶもうこの辺で3枚が見えてくるのかなというふうには思いますけども来週以降期待していただきたいところかなと思いますトピックス見ていきましょう はい。トピックスは強いですよね。で、もうちょっとで、これも基準線もちゃんと上向いてますしね。転換線も上向きに変わってくると思いますんで,で、ここは期待したいところかなというふうに思います。で、あとは、この上昇チャンネルラインですかね。まあ一度割り込んでるんでね。この線の信頼感、うん、あるかないかで言ったら、まあもちろんあるとは思うんですけど、まあここちょっと復活はしてほしいかなというふうに思いますし、あとは超えるんであれば、やっぱりこの直近高値ですね。ここを超えてくるかどうか。今ね。 ナスダックとか入ってくからね、えー、ちょっと波に乗ってきてますから、えー、その流れが来るかどうかはね、確認しておきたいところかなと思います。最後、まずズ見ていきましょう。 はい。マザーズがこのような形。え、センターラインで止まっているということですから、センターラインを超えてくるかどうかですかね。一目均衡表上ではね、そんなにこう、何か抵抗があるということはないので、こっちの直近高値ですかね。ポイントとしては、え、1205ポイントえ。まずはここを超えてくるかどうかがポイントになってくるかなと思います。トレンドライン一本だけ引いてみましょうか。トレンドラインは、うん。ここの高値から、ここで取れますね。 うん、でも、超えてますよね。ここの、まあ、明確な高値高値で取ったらね、一度超えてから潜ってしまい、でももう一度超えてきた。で、やっぱ、まあ、センターラインですね、次はね、ここを超えてくればね、なかなかいい感じになってくるのかなというふうに思いますので、ぜひね、来週後も期待して見ていきたいと思います。試合は決して悪くないと思うんですよね。アメリカ市場の動きを見る限りは。ね、やっぱり、まあ、なんだかんだで、東京都まだ、 減り切ってないですけどワクチンも進んでいくはずですからここは期待したいなという風に見ておりますしまあとは FMC とかでね先週は一波乱ありましたけどもまあ、なんだかんだ無難にこうね、相場的には戻ってきてますからえそこはね期待できる状態に変わってきたのかなという風に思いますんで来週もしっかりと見ていきましょうはい、1点だけお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます最新指揮法の全チェック銘柄と本命3銘柄というこのね記事を 今日の11時、6月25日11時に配信してますので、興味ある方はリンク貼っておきますので、よかったらぜひご覧になってみていただければなというふうに思っております。はい、ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいというふうに思っております。今日の中でも少しでも参考になればグッドボタンの方、また、ね、来週もね、えー、ぜひこの、ま、日本株見たすぐのね、情報をテクニカル分析でお届けしていきたいなというふうに思ってますので、来週も聞いていただけるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、また来週もよろしくお願いします。さよなら。